Yo! Isang sikat na Japanese content creator na si Kaku Kiasto or Fighting Cast na dating fan daw ni Casimero, tila naging hater na ngayon dahil sa issue na pag-overweight ni Casimero bago ang laban kay Sanchez. Narito't panoorin ang naging podcast ng Japanese at ano sa palagay ninyo. The family time. 僕の名前はナオトです。シンです。一応兄弟です。一応兄弟です。今日の動画ではジョン・リル・キャシメロについて話していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあこのチャンネルをフォローしている方はわかると思いますが、僕はキャシメロのファンでした。はい。でした。お。でしたっていうところになりますね。一体何が起きたのでしょうか。まあみんな分かってるよね。みんな分かってると思います。で、俺はその妊娠したキャシメルの写真がちょっと心配で、これ本当に計量大丈夫なのって、だって3ヶ月でそんな落とせるのって聞くと、まあかなりハードで、でも来日して結構ね絞れてる写真を SNS に出したからね、それ詐欺されたね、キャシメロから。クローンだったのかな。なんかオンラインデーティングサイトでなんか全然違う、あーね、あるね、あれ、ああいう詐欺されましたね、キャシメロに。マッチングアプリ詐欺ね。そう、だってマッチングアプリね、写真詐欺なんて、まあ日本語でなんかなんか絶対決まってる言葉があるけど、なんかあるはず。いや、まあコメントよろしくお願いします。はい、お願いします。そう、ああいう風に詐欺されたからちょっとムカつくよね。ねえ、まさか体重1キロオーバー。そう、1回目が1キロで再計量が700グラムオーバーっていうことで、まあ当日計量で58キロ、確か試合5時間6時間前に計量して、58キロ、そこでパスしたら試合はね、はい、開催されるっていう条件だったんですけれども、まあ、まず最初にもう計量オーバーした時点で俺は負けるっていう形になった方がいいと思ってるんです、結果関係なく。おー、うん、なるほど。そう、体重したオーバーが、ね、はい、そっち側がもう負け、もう決まってる負け、はい、って俺はなるべきだと思ってる。なるほど、うん、もうその一つの戦いに負けちゃったっていう。いや、戦いっていうかルールがあるじゃん、はい、例えばリングに上がってまあ、思いっきりローブローで KO したら、はい、KO 勝ちになる。いや、それはDQ になるよね。ルール違反だから、はい、ダメじゃん。計量もルールだから、なるほど、そこで違反してるから、うんうんうん、ね、もう負けましたっていう形になるべきだと俺は思う。あ、でもそうなるとね、メインイベントだし、チケット買ってるファンもいっぱいいるから、はい、なかなかそうできないっていうところで、ね、興行側はかなりねきつい立場に。あと対戦相手もね、せっかく準備してきたので。対戦相手もここまで来て、ね、来日してね、アメリカから来てるんでしょ、はい、計量もして頑張って何ヶ月間これに向けて仕上げてきて、そこでいや、やりませんってなかなか言えないんで、そこで条件を決めて、なるほど、やるっていうことになるんです。だからキャシメロはもしかしたらもうどうせやるってね、許してくれるっていうのを分かってて、ちょっとオーバーしたって、そういう選手もいるじゃん、ライアン・ガルシアとかもいるから。